相談いただいています、移住を希望されている方ですね、今短期滞在なんだけれども移住したいと、沖屋について気をつけること、まあ、沖屋ってあの風俗ですよね、まあ、日本でいうソープランドみたいなものなんですけども、性病病気、まあ、気をつけること、性病対策ってことなんですけども、まあ、沖屋もですね、まあ風俗だからといってですね、あの個人レベルであの違ってくるんですよね。なので、例えば、まあ、ゴムをつけないとかですね、そういうような人もいるんですよ。なので、まあ、性病は絶対気をつけていただきたいですね。フィリピンはですね、まあ、セブとか、まあ、今ちょっと最新の状況またあの調べますけれども、一時期ですね、数年前ですね、セブであの HIV がものすごくあの流行ってしまったというところがあるので、まあ、世界的に減っていってもですね、一部地域で伸びてたりとか、まあ、タイも一時すごかったりするんですけど、なので、まあ、沖屋ですね、夜遊び楽しむのはいいんですけども、まあ、あの自己責任でもう気をつけるしかないというところですね。で、メールマガを使うビジネスについてご相談いただきます。